準備が整ったぞ、アイメリク。そうか。では、いよいよ実行するのだな。遅れて申し訳ない。工房に寄ってきたが、マナカッターは完成したようだね。ああ、これでリュウノスに突入できる。改めて確認をしておこう。アルフィノ殿の発案により、俺たちはドラバニア雲海を目指した。目的は七竜との対話による再攻撃の回避。俺たちは氷の巫女を味方に引き込み、フレースベルグとの対話を果たした。まったく無茶をしてくれる。帰還したエスティニアンから事の次第を聞いた時は耳を疑ったぞ。異端者の頭目と手を組むなんて、イシュガルド人にとっては正気の沙汰じゃないが、この発想のおかげで俺たちは命拾いしたようなものだ。とはいえ、青龍との交渉は決裂してしまった。最良の成果とは言い難い。それでも俺たちは雲海に向かう道中でニーズヘッグのつがいと呼ばれるティオマンを葬り、奴らの目を引きつけることには成功した。時間を稼いでくれて感謝している。しかし対流バリスタや魔法障壁の復旧率はまだまだ万全とは言い難い水準だ。だからこそマナカッターを用いたリュウノス強襲に意味があるというのがエスティニアン殿の見解だね。ニーズヘッグは波の存在ではない。だがこの竜の目に封じられた奴自身の力を持って力の源を封じてやれば勝機はあると思っている。もちろん幾多の蛮神を買ってきた光の戦士の協力が前提だがな。私も出よう。クランのマナカッターには予備もあるのだろう。アイメリク様、いけません。異邦人である英雄殿が命を懸けるというのに、イシュガルド人の私が座して待つわけにはいかん。私はコートを守ると誓った騎士なのだ。アイメリク、竜を狩るのは竜騎士の役目。お前にはお前のコート防衛式という退任があろう。万が一にも俺たちがニーズヘッグを取り逃がした場合、誰がコートを守る。違うのか、アイメリク。だがそれではあまりに。俺や光の戦士の御陣にはまかり間違っても防衛戦の指揮などできん。民を導き国を守るのがお前の役目だ。おっと、今度ばかりはあんたも居残りだぜ。そこそこ魔法の心得があるようだが、今回ばかりははっきり言って実力不足だ。確かにはっきり物を言う。悔しいが君たちに託すしかないようだ。さて行こうぜ相棒。史上二度目の蛇竜狩りを成し遂げるんだ。俺たちにならそれができる。